カンタ君、今日は今お医者さんが勧める不整脈の予防方法について気になるってこと聞いたんだけど、そう何かあったの？この前じいちゃんが、年を取ると不整脈が怖いって言ってたけどね、でも不整脈っていうのが僕にはそもそもわからんけど。なるほど、じゃあ今日勉強していこうね。カンタ君、不整脈の一つに心房細動というものがあるんですけども、どういう症状かというと、脈のリズムが一定ではなくバラバラになっていることを言うんですね。なるほど。こちら心電図見てください。上の方のものは正常な脈でして間隔が一定ですよね。で下見てくださいね。下の方の脈というのは間隔が広かったり狭かったりしてますよね。バラバラけどね。そうなんです。このような状態が心房細動ということでして、心臓の働きの異常が原因で起こるんですよ。働きの異常ってことは、怖い病気ケロかね。治療せずに放っておくと悪くなってしまうと言われています。ケロケロ。特に怖いのは心臓から血液をうまく送り出せなくなって血栓という血の塊ができ脳の血管で詰まる、つまり脳梗塞につながる恐れがあるということなんですね。怖いけどね。はい、長嶋茂雄さんが心房細動で脳梗塞になったという話は有名ですけれども、国内では自覚症状のない人も含めると100万人以上いるそうなんです。見つかるのが遅ければ遅いほど他の病気につながるリスクが高くなるため、早期発見が何より重要だと言われています。でも今川北さん、自覚症状のない人も多いって言ってたけど、それ早く見つけられる方法はないけどか。カンタ君、それがね難しいところなんですよ。というのもカンタ君もねやったことあると思うんだけど、健康診断の心電図は10秒から20秒ほど、それぐらいの検査ですので、なかなか見つからないということなんです。短いけどね。ただね、カンタ君、最近技術が進みまして、早く見つける方法があるんですよ。京都のオムロンヘルスケアが先月発売したのは、日本で初めて心電図と血圧を同時に測ることができる医療機器。自宅などでもすぐに計測できる電池式で持ち運びもできます。心房細動という病気は不定期に起こるものでありますし、一回症状があってもしばらくすると治ってしまうというような特徴もあるため、自宅で簡単にチェックする、こういった機会が必要だというふうに考えています。測り方は簡単です。血圧の測定と同時に指で機械の正面と横にある金属に触れます。30秒で血圧や心電図が計測でき、心房細動の可能性も表示してくれます。約 90% 以上の確率で心房細動を正しく検出することができるというような研究の報告もされております。そういった表示がもし出た場合にはぜひお医者さんへ受診されることをお勧めします。オープン価格ですが、公式オンラインストアでの価格はおよそ3万円。オムロンヘルスケアでは来月からいろんな地域の薬局に製品を置き、利用を促す取り組みを始めます。はあ、こうやって家だったり出かけた先でも心電図が測れるっていうのはいいけどよね。そうだよね。それに 90% 以上の確率で正しく見つけられるってすごいことけどよね。そうですよね、カンタ君。そしてもう一つ、今お医者さんが勧める心房細動の発見方法があるんですよ。キルキル。それがね、こちらなんです。わかります？アップルウォッチ。そうなんですよ。でカンタ君、これよく見るとね、何か波形のようなもの見えますよね。見えるけど心電図けどか。そうなんですよ。腕時計型のこのスマートフォンのようなアップルウォッチなんですが、国もですね医療機器として認める心電図のアプリが搭載されてるんですよ。アプリで測れるけどか、一体どんな方法なんでしょうか。こちらご覧ください。大阪市旭区にあるクリニックです。ここにはアップルウォッチ外来があります。なかなか不整脈をリアルタイムに
症状が起こっている時に心電図を取ることというのはもう難しいんです。アップルウォッチ、これはですね、24時間いつでもどこでも誰でも瞬時に自分の心電図を30秒ですが記録することができるということは非常に素晴らしい。これを活用しない手はないと思いまして、アップルウォッチ外来を行っております。使い方は簡単です。家などで心臓に異変を感じたときに、アップルウォッチの心電図アプリを起動。右上のボタンを押すと、30秒心電図が計測されます。異常がない場合は、正常を意味する同調率と表示され、心房細動の兆候は見られませんと書かれています。測定した心電図は自動で保存され、クリニックに持ち込むと先生が詳しい診断をしてくれます。正常な心電図はこちらのように脈の間隔が一定です。しかし異常がある場合、脈の間隔はこのようにバラバラです。心電図に心房細動の兆候が見られると表示されます。去年の12月から始めましたが、合計13人アップルウォッチを1週間貸し出しました。そのうち1人心房細動を発見いたしました。私35年循環器の診療をしておりますが、不整脈をこういうふうにして何回も終えるツールがなかったんですよ。初めて出てきた。繰り返し、心電図を取ることができる、それが必要だったんです。このように心電図アプリは今、専門の医師の間で利用を進める動きが広がっています。正解率8割はあるんじゃないかと思っております。かなり高齢の方でも使い方さえ教えれば簡単に測定できますので、ほぼ、全員の方にお勧めしたい。ただしアップルウォッチちょっと高価ですので、無料で長期に貸し出してまたデータを取って返してもらう、返却してもらうというシステムを取っております。いや、アプリでも心電図が取れるなんてすごい時代けるね。驚きですよ ね。そしてアップルウォッチを使う時の注意点を伺いました。こちらです。補助的に使うもので、体の異常を感じたらすぐに医療機関へ、また精度の高い医療機関での心電図とは違います。ですので、アップルウォッチで大丈夫だからといって健康診断の心電図の代わりにはならないということなんですね。あくまで目安けるよね。はい、とはいえ、いつ起きるか分かりませんので、こういった機器を持ち歩いて日常的に測るということは大切ですよね。これはじいちゃんにも教えてあげるけどよ。はい、お願いします。今日もよくわかったけど、